皆さんこんにちは、はいはい、珍しく室内から撮影しております。はい、今日はね、マクが今やってる、はい、あのすっごい匂いなんなんなんすごい匂いないよこれ。臭いのよ、おじさんが臭いのよ。これ何、これをおしゃれさんのなんか匂いつけるようなやつを今店にあったから。なるほど、今かけてるの臭いのよ。臭いこれ今近くだから分かるんだけど、体内のやつだ。外じゃない、外じゃないわ、外じゃない、俺かな二人ともや、俺胃が腐ったんじゃん今日ここに来る前に、はい、あの車にこう乗るときになんか匂うなと。車はあの洗車しとらんけんが、しばらくね1ヶ月ぐらいしてないんですよ、ちょっと忙しくて。でなんか車入ってはなんか匂うなと思って後ろ側も確認して、まあ、当然台も乗っとるはんで、うん、5回目ぐらいかな、こう振り返って、なんか何の匂いみたいな。5回目ぐらいで自分って気づいたんですあれみたいな、ちょっと待ってみたいな。ある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 、 2000X 年のニュースおじさんと言えばさ、釣り動画上げてるんですけど、まあ、おじさんと言えどもカッコつけたいと。そう、おしゃれしたいと。おしゃれをしたい、映ってる姿、あ、かっこいいと思われたいと。思われたい、ちょっとでも隙があるなら思われたい、思われたい、すいません、すいませんやっぱりね、こう着たい服を着て釣りするとか、まあ着たいルアーも同じですよね。そうそうそう、使いたいルアーを使って魚釣りをする、イカ釣りをするとか、着たいもんを着て、まあ、釣りに出かけるとか、おじさんでもおしゃれしていいじゃないかと。いいじゃないか。で、今回ね、マー君がちょっとサイドビジネス、まあサイドプロジェクトみたいな、うん、洋服を作るような作業を、はいはい、実はできる、うん、このポンコツが、このポンコツだよ一日営業何本なくすよで、これ僕今着てるやつ、あ、同じですね。これマー君がプリントしたロンティーなんですよね。これはトレーナーか、うんうん、まあ、一点物の洋服を作ってるっていうところですね。みんなから頼まれて、これディッキーズっていうタグのあっとける。あ、そう、これはアメリカでの昔にこう発売されたものの使われてないものをちょっと購入して、これに印刷を行ったというものです。かわいい。これデザインとかもオリジナルやろ。全部オリジナルで、うん、やばい、はい、まあいろんなものを作っていこうかなっていうところなんで、うん、なんで今回ちょっと特別にね、プリントする作業の光景お伝えできればなと思って、お願いします。おいっす、お願いします。おい、おーすげえ、ドライヤー、おーリルレ、はい、いいね。なんか今日カラーバリエーションもね用意してもらってるんで、どんな感じになるのか楽しみ。スナップでこれがエギっていうことになりますね。これが海、レギングと一緒ですね。ですね、ですね、はい、サオであります。サオですね、リールになります。うわ、なるほど世の中だいたいエギングでできてるって聞いたことありますもんね。はい、ちょっと特殊なリンク使おうかな。よいしょ、おお、キラキラしてる。濃いボディに対しては僕2回塗るって決めてますんで。なんで変わって見えるんで全然違うと思うんで。ですね。え、メケンでやんのそれ、やばくない。ですよ、これちょっとずれたらあれやん、もうこれも失敗許されないさあどうなんでしょう。ふわー、なんかラメってません。はい、これちょっとシルバーのラメをクソほど入れたっていう、うん、あエギに、何ですっけ、あのエギのお尻に貼るシールのやつ、アワビシートと一緒ですね。そうそうそう、これシルバーちょっと渋かった。いや、うん、ほんとか。今回青ボディで、今回はまたちょっと特殊な色を使おうと思ってて、
え、まだするとこれも濃い生地なんで、うん、二度釣り目金で合わせてる、やばい、この顔であるあんまり釣りでもそんな見せないなきれい、あ、きれいだわ、いいわこれ、完成しました。ブルーに合う、かわいいですよね、うん、かわいい、かわいい、完成しました。いやいや、かなりいい感じ。おじさん、おじさんこれなんかラメってたやつっすね。そうそうそう、はい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 、ちゃんと亀田じゃちょっと分かりにくいかもね、これ裸眼結構ラメ入ってる感じですね、うん、すごい、はい、おー、いい感じやね、いいですね、うん、普通のベーシックね、そうね、うん、スポーティブな感じでいいと思います。これリルレっても入ってるんで、はい、販売はできませんよね。これ販売はできませんよね。ですよね、はい、できません、できません、はい、これが、はい、どうしましょう、プレゼントいや、いいですよ、全然、じゃもう全然、あの、はい、コメントいただけるんだったら、ああ、そうですよね、はい、あの、いいねボタンとコメントいただけるんだったら、なるほど、もちろん、いや、いいね、こんなコメントなかったらえぐいですよ、えぐいですよ、それかも、こっちの方グッドボタンとコメントをくれた方、コメントくれた欲しいですと、パンが欲しいですとか、はい、ああ、何が欲しいですとか、なるほど、言ってもらったら、なるほどっすね、このサイズでいいんだったら、エクセルス全部多分、ああ、うん、ちょっと一回広げて、全部同じサイズ、全部同じサイズ、ちょっと一回広げてみてもらっていいですか、どんな感じ、あ、でも女の子でもオーバーサイズできて可愛いかっちゅうのか、これ全然最近可愛いしと思いますよね、え、はい、いや、もしよ、例えばよ、ないとは思うけど、3名以上来たらどうするの、はい、3名以上来ることあります、まず3名来なかったらどうします、悲惨ですよ地獄絵図ですよ、イカも来ない、イカも来ないし、まあ、もし来なかったらおじさん2人で来ていきましょう、これ長崎とかでこれ見た人は声かけてくださいおじさんと、あのボツネタでしょってわけわかんない釣りじゃないやつでしょって言ってもらったらその場で脱いであげるおじさん衣装いっぱいつけてる、じゃあこれプレゼントです、はい、ありがとうございます、はい、アップした日から1週間以内にチャンネル登録されてる方、コメント、グッドボタン、3名以上いたら抽選で、まあ、抽選はの、まあ、動画も多分出すと思います、不正がないようにね、すぐするんで、この人不正を、女子にばっかり優しくしようってするんで、やかましいわ、いいじゃないか正直に言うわ、いいじゃないか、おじさんだってね、夢がないと無理よ人生やっていけないわよ、多くは望まないわよ、おじさん力説がやばい、お話するだけお話するだけ、まあ抽選な感じでやりましょうかね、じゃあね、はい、もうどしどし来るかな